しゅうどうしゅう幽霊が。ん？いやそんなにびっくりしなくて大丈夫だよ。彼らは幽霊じゃなくて普通のお客さんだから。そうだぞ、幽霊じゃないって言ってるだろ。なんで信じないんだよ。でもお客さんっていうのもなんか違うけど。ごめんね、彼はうちの新人のモン。初めて葬儀をやるもんだから少し神経質になってるみたい。葬儀、葬儀。ああ、勝利が格系をやってるお嬢堂も確かそういうのを専門にしてたよな。あれ、勝利さんを知ってるんだ。じゃあ話が早いね。私はフータオ、お嬢堂の同主。主な役割は、生と死に関わることをちょっとね。でも私はこの仕事を気に入ってるの。もしお嬢堂にしてほしいことがあったら何でも言って。そうだぞ、それにお嬢堂に頼みたいことがあったとしてもこんな偏僻なとこまで来ないだろう。まあ商売上のお客さんじゃなくてもこの世に生まれてきた時点でみんな私のお客さんだから。今はそうじゃなくてもいずれ必ずね。お嬢堂は予約サービスも受け付けてるよ。私たちはあなたにとって最良の選択。ただし予約時間は正確にね。じゃないといろいろ面倒だから。まだ決まりそうにないならそう言ってちょうだい。その気になった私がもし元気なあなたを見たら絶対にがっかりしちゃうから。ストップ、ストップ。そのどっから突っ込めばいいんだ。悪いな、同志は少々癖のある人なんだ。代わりに俺が説明しよう。最近無謀の丘で心霊現象が起きたと聞いて、それを鎮めるためにここで葬儀を行っていたんだ。葬儀自体はうまくいった。同主が言うにはしばらくはもう何も起きないらしい。往生堂、無謀の丘、葬儀、この3つの単語が並べば自然とわかるでしょ。説明する必要はないと思うけど。それに用がないのに無謀の丘に来るなんてあなたたちこそ普通じゃないと思うよ。普通に対する認識がすごいずれてないか。冒険、ああ、見たところ冒険者協会の一員かな。お客さんはお客さんでも珍しい桃級の客人だったか。桃級？なんだそれ。お客さんの重要度を決める度合いだよ。こう、桃、竹、木の4つ。上に行けば行くほど親身に接する。そんなこと初めて聞きましたけど。だって今日決めたことだから別に驚くことないでしょ。考えてもみて、冒険者は毎日険しい山々を越え秘境を探索し数々の戦闘をくぐり抜ける。危険でいっぱいでしょ。こういうお客さんには常に関心を持っておいた方がそちらにとってもこちらにとってもいいことじゃない。え、まさかそんな風に思うなんてね。こういうところに来る冒険者はそんなの気にしないって思ってたのに。そうだ、一つお願いできるかな。最近冒険者協会と商談をしてるんだけど、あなたが往生堂の仲介役になってくれたら色々と融通が効くと思うの。何か欲しいものとかある？もしくは手伝って欲しいこととか。ああ、オイラたち人探しをしてるんだ。いろんな人に聞いたんだけど手がかりがなくて。それなら私に任せて。あなたたちが聞けない人でも私なら聞けるからね。だから私と取引しておくとお得だよ。さあ行こう友よ。リーユエコーに戻って商売の話をしに。いつから友になったんだよ。往生堂、聞けない人、もしかしてそれって
この世の人じゃないんじゃ。なんか変わったやつだな。あら、またあなた。そちらの商売には興味がないと言ったはずだけど。まあまあ、そうすぐ結論付けないでくださいよ。見てください、あなたたち冒険者協会の中には私のことを深く認めてくれている人もいるんですから。前回そちらと話し合った後にもっとお得なプランを作ったんです。例えば往生堂は冒険者協会からの要請を優先的に処理するっていうのはどうでしょう。さらに最初のお客さんには特製の箱を100個おまけしてあげます。あとあと現場回収サービスもつけちゃいますよ。一部の危険な地域は追加料金を取りますけど、リーユエのほとんどの地域をカバーしてます。あ、安心してください、とーっても安いですから。その私の考えを全く分かってないよね。分かってますって、お金の話でしょ。けど私たち往生堂が出してる条件は十分魅力的なものだと思いますよ。ほら、外での冒険には危険はつきものじゃないですか。雨が降り出す前に戸や窓の修繕を行うっていうでしょ。つまりそういうことです。そんなものを事前に準備しとくなんて聞いたことないけど。それに準備するっていうなら冒険を安全に進めるためのものを備えるべきだと思うけど、これ以上は時間の無駄みたいね。私も忙しいの。ちょっと待ってください。じゃあもう一つサービスしちゃいます。利用客が一度に10人いたら3割引きってどうですか。当主、もうやめましょう。これ以上やるとまた戦艦軍が来ますよ。見たところ往生堂のサービスを売りつけてるみたいだな。はあ、一旦往生堂に帰るしかないか。こんなチャンスを棒に振るなんて、後になって困るのはあの人たちなのに。現実から目を背けてどうするんだろう。遅かれ早かれいずれやってくることなのにね。はあ、こうなったらいつもの手段を使うしかないか。まあ、あなたに任せてた広告はできた？いや、すみません、まだ半分しかできてないです。でもこんなおかしな宣伝のやり方本当に役に立ちます？絶対に効果があるから安心して。これは往生堂に代々伝わる方法なんだから。まず必要としているお客さんが往生堂の門前に置かれた何も書かれていない木札を手に取り、そこに依頼内容を書いた後、門の隙間から島内へと入れる。その内容を見た私が不法だろうと仮装だろうと早期だろうとお客さんの要望通り満足させる。まあ面倒な方法ではあるよ。あっちこっち走り回ることにもなるし。けど一度にまとめて焼ければ。そうじゃありません、同州。俺が言ってるのは木札の役割じゃなくて、その木札に広告らしき文言が一切ないことです。いい？商売っていうのは時代に沿って変えていくものなの。往生堂だってそう。もし客層を広げずに過ごしてたらどんどん顧客を減らすことになっちゃう。業務先を開拓していくのもとても大事な仕事よ。私が同志になってからは往生堂のためにいろいろな方法を試してきたんだから。過去には他のお店と同じようにチラシを貼ったこともあるけど、戦艦軍にきれいさっぱり剥がされちゃってね。臨死一日体験を開催しても誰も来なかったし。当たり前だろう。最後の最後でやっぱり代々伝わる方法が一番いいって気づいたの。これこそが歴代同士の知恵ってやつだね。今はいろんなところに話を持ちかけて提携先を探してる途中ってわけ。さっきの冒険者協会
回のようにね。つまり業務開拓を行ってるの。別の方法がいいなら、木札に一個買ったらもう一個おまけって言葉を書くとかどう？何を買うんだ？それはもちろん丈夫なもう一つの家だよ。すぐに使う予定がなくても大丈夫。往生堂の品物は質に自信があるからね。まず先に壊れるなんてことはない。さあもう引き続き広告の準備をしてちょうだい。私たちの今後の商売に関わってくるんだから。けどやっぱり俺。あ、わかった。割引が足りないと思ってるんでしょう。そうでしょう。確かに冒険者協会は新規のお客さんだから多めに割引したけど、うん、昔からのお客さんにも同じように誠意を見せないとね。うんうん、少し考えてくる。新入りさん、ちょっと待ってて。すぐ終わるから。オイラたちは新入りじゃないぞ。仕方ない。この辺りを散歩でもしながら彼女を待つか。あなたたちは同志の紹介できた新入りですか？いやいや、オイラたちはただ往生堂とフータオに興味があるだけで新入りなんかじゃないぞ。なるほど。それならあまり興味を持たれない方がいいですよ。一般人が多くを知りすぎてしまうのはあまり良くないことですから。何を知り何を知るべきでないのか、同志には同志なりの節度があります。あいつに節度なんかあるのか。いい時間だ。フータオを探しに行こうぜ。うん、決めた。こう書いてちょうだい。往生堂期間限定割引、1個買ったらおまけが1個、2個買ったらおまけが3個、どんどん増えるよ。うんうん、これでよし。以前の薄暗い広告と比べたら大違い。これならきっといける。どうしゅう、葬儀ってそもそも薄暗いものじゃないですか。それじゃあ目立たないからダメ。どうして往生堂に目立つ必要が。まあいいか。これで抵抗することを諦めたみたいだな。よし、私たちも出発しよう。新しい商売のために。私たちって、オイラたちも入ってないよな。他に誰がいるのよ。周りに変な人でも見えてるの？まあいたとしてもあなたたちには見えないか。最後の一言はなんだよ。脅かすなよ。ごめんね、冗談だよ。あなたたちが見えないものはここにはいない。少なくとも今は。そう固く考えないで。私からすればみんな死を恐ろしく考えすぎなんだよ。人は痛みや後悔、死による別れを恐れている。その心の傷を埋めるために人は死に対する幻想を想像した。そう、例えば幽霊とかね。確たる証拠もないのに今では大っぴらに話すような話題ではなくなっている。もし私まで忌避するようになったらそれこそ往生堂の終わりよ。お、どんなやつだった？想像よりも友好的で話が通じたでしょ。そうでもなかったよな。結果的にはオイラたちに怪我はなかったけど。じゃあ、あなたたちが遭遇したのは相当厄介なやつね。ただの幽霊に人を傷つける力はないもの。
往生堂の仕事は生と死の境界を維持すること。これには一般人が抱く死や幽霊に対する認識を正すことも含まれてるの。簡単に言えば境界が見えない人たちをそれらから遠ざけてあげることね。つまり一般人にとって一番いいことは幽霊を信じることも知ることもなく過ごしてもらうことなの。だったら怖い冗談で人を驚かすなよ。そんなに怖かった？ただ単に冗談で片付くものばかりだってことをみんなに早く理解してもらいたかっただけなんだけど。そんなに真面目に聞いてくれるなんて思わなかったよ。でも大丈夫、私についてくればおのずとわかるはずだから。さあこっちだよ、そろそろ出発しよう。どうしゅう、ロー兄貴のことをくれぐれも頼みます。ロー兄貴？誰だそれ。リーウェイに来てもう結構経つけどそんな名前のやつ聞いたことないぞ。なんでもないよ、以前モーに頼まれてたことすぐに解決するから気にしないで。オイラたちどこに向かってるんだ？重要な潜在顧客のところだよ、ついてきて。君たちは？こんにちは、私は往生堂の道主フータオ。往生堂の人がなんで僕のところに？いいえ、大した理由じゃありません。最近体の調子や具合が悪いなんてことはないですか？もし具合が悪かったらそれは一大事、病の予兆かもしれません。人は健康でいる時ほど命がどれだけ脆いものなのか想像がつかないんですよ。だから予兆があったとしてもあまり重要視しません。何を言ってるのかさっぱりだよ。僕は健康だし幸せだ、何も不自由はない。もういいだろ、帰ってくれ。あれ、どうして怒ってるんだろう。私はただ健康の重要性を話しただけなのに。でも往生堂の道主がそれを解くのはちょっとおかしいだろう。君たちは誰だい？今忙しいから手短に話してくれ。こんにちは、往生堂に何か依頼はありませんか？往生堂？別に必要ないかな。まさか押し売りに来たのかい？随分と考えなしなやり方だね。そうです、一つ一つのサービスを一人一人の元までっていうのが今の流行りだと思ってましたが。いや、サービスが特殊な場合あまり良くないんじゃないか。まあとりあえず他を当たってくれ。また失敗か。はあ、まあいっか。これで成功したことあるのか？あなた往生堂の道士よね。悪いけど他を当たってくれる？まあまあ、少し話を聞いてください。最近新しい割引サービスを開始したんです。ほら、古いものを捨てないと新しいものは使えないって言うじゃありませんか。終わりというのは新しい旅の始まりでもあって。これ以上しつこいと戦艦軍を呼ぶわよ。わかりましたわかりました、落ち着いてください。でも往生堂はいつでもあなたをウェルカムですから。まだ諦めないのかよ。あれ、私を慰めてくれてる？ありがとう、やっぱりあなたたちが一番私のことを理解してくれてるのね。いや、ただこれ以上付き合いたくないだけなんだけど。業務開拓？うん？業務開拓？もしかして私が業務開拓のために回ってたと思ってる？違うのか？じゃあ単に迷惑をかけて回ってただけか？違う違う、業務開拓は冒険者協会との商談でもう終わってるの。ここに来たのはモーのための人探し、
さっき言ったアロー兄貴覚えてる？実はね、ムーが探してるロー兄貴はこの世をさまよう人の魂なの。さっき会った3人はロー兄貴が取り付くかもしれない標的でも、会った感じ霊の気配は感じられなかった。だから適当に話をして早々に切り上げたってわけ。なんでもっと早く言ってくれなかったんだよ。おいらはてっきりお前がその健康かそうじゃないかを見ただけで判断できる超能力者かと思ったぞ。ん？そんな能力は私には必要ないって。医者じゃあるまいし。まさか王城堂が病気で苦しむ人をわざわざ助けるとでも思ってたの？遠回しにひどいこと言ってるぞ。まあ遠回しに言ってる気なんてお前にはさらさらないんだろうけど。まあまあ、とりあえず王城堂に戻ってから詳しい話をしてあげる。ロー兄貴のことはもうと深く関係してくるからね。